だからあの東京都の知事は元自民党の頃は私たちもお付き合いがありましたけど、ちょっと急におかしいよ。だってつけたい人はもう勝手につけてるんだから、今更何よって。あれ何なんですかね小池さん、どうしちゃったのどうなんでしょうかなんかこの前ある大会の人おっしゃってましたけど、ディープなあのバックグラウンドがあるんじゃないかなってでもそうじゃないと合理的な発想として意味があまりないんですよね。東京みたいな強硬なところで、万が一首都直下地震が起きたら一番人が亡くなるのは火災ですから、それに電気のショートで、そうですよ、あの拍車をかけちゃいますよ。実はですね、この太陽光パネルで問題になっているお写真を全国から集めたんですけどね、パネルの後ろが燃えてるのは結構あるんですよ。それはそうですよ。だってそう、もうこういう再エネにね、例えば先日大雪が降った23日、この時に昨年ですね、はい、鳩山先生がね、なんかツイッターで再生エネルギーでやっていける日本って書いてましたけどもう私どうなるのかと思いますよ。北海道の日高市の襟裳町では半分の太陽光パネルが1日で飛んでしまった。だからあんな風の強いところにあんなに張ってたのかってびっくりしたよね。いつの間にあんなに張っちゃったのっていう。で、自然破壊も大きな問題になってます。釧路湿原で、あの北山椒魚の生息地で絶滅危惧種に指定されているのに、そこに大規模メガソーラーを開発するとかですね、もうどうなっちゃってるんだろうかっていうような。北海道はやるべきだとしたら、バイオによるその生物体系のリサイクル でそれがだから面倒くさいっていうわけですよ。そういうのは集めて歩くのが、うん、あの牛が多いですからね、うん、で全部動物っていうのはそうやって全部、ね、そうそう、メタン、それもねやり始めたんですよ、あの、うん、その釧路の周辺でなかなか合わないとか。だからそっちを採算合わせるようにした方が、うん、もう誰も傷つかないんですけど、まだコストが高いとか言うんですよね。まあ、だけどエネルギー基本計画で決められているということで、2030年までにね、横須賀市5つ分を太陽光パネルで埋め尽くすっていうことをね、今認可を下ろすということを受けてエネ庁とかやられてるじゃないですか、うん、あれはなんとかしないと日本の国土が破壊され、それこそ外資にね土地を取られ、でそれから大阪でしょ、怪しいの。いやいや大阪だけじゃないですよ、うん、岩国の周りもそうですね。岩国も怪しいよね、もう上海電力は兵庫もあるんですよ、うん、あらゆるところに今触手をの伸ばしていてね、うん、で実際地元が反対しても今の数世代は止められないんですよね、国が認可を下ろしちゃうと。だからそういう中でですね、電気料金はますますフィットの付加金は上がっていくし、もう2兆から3兆にね、うん、どうするんですかね。もうそれこそこういう形で国民が、特にああいう事業者、中国の資本なんかの事業者なんかにプレミアムを払うことになる。太陽光発電のね、あのやつに関してなんですけどね、うん、でこれね、よく太陽光発電が原発とどちらが安いのかっていう問題をあのよく言われるんですよ。でね、例えば羽鳥慎一モーニングショーの玉川さんとかお呼びになりましたけどね、まあ、経産省の試算でもね、その彼はね、その現在の原発よりも太陽光発電のエネルギーの方が安いっていうことをおっしゃった、うん、でもね絶対に安くならないわけですよ、うん、で例えば一方で一生懸命太陽光をカリフォルニアでやってるビル・ゲイツは、うん、カリフォルニアでさえもね再エネ 100% にしたらものすごく発電コストは高くなると。まあだからカリフォルニアも平らなそういうのに向いた土地があるにもかかわらずですね、うん、ええ、そうなんです。だから中国とドバイぐらいですね、あれで得するのは。あ、ね、もうだからひたすら砂漠だから。あ、うん、それでですね、あの私はですね、原発と太陽光を電力会社と一緒に比較してみたんです。原発1基分だったら先生どのくらい太陽光パネル必要だと思いますか。あ、その面積数ちょっと分かんないな、あんまり変なこと言えないな、ね、すごいんじゃない。そう、山手線の内側全部。あ、本当、うん、大体そのくらいなんですよ。原発1基6000億から7000億円かかるんですけどね、うん、でこれは廃炉の費用、安全対策費も全部入れて、まあ、年間60億キロワットアワー、発電設備100万キロワットですね、うん、大体太陽光発電はあの発電効率悪いので大体、利用率 12%、はい、で580万キロワット発電設備ね、うん、でそうするとですね、大体山手線の内側の面積必要なんですよ。
そうだ、不可能ですよ日本で、うん、でそれとね、やっぱりあの金額はじゃ太陽光安いだろうと思われるかもしれないんですけど、例えば今太陽光発電にはですね、バックアップ電源として火力があるか、もしくは蓄電池でいくかってことなんですけれど、だいたいこの発電量に必要な建設コストが原発だったら7000億だとしたらですね、だいたいその太陽光のその場合には、まあ、これ 0.3 兆円プラス蓄電池の 4.3 兆円、これ一番最安値の蓄電池でこのくらいかかるんですよ。 4.6 兆円かかる。でですね、経産省の試算では太陽光発電メガソーラーで 12.9 円、住宅用 17.7 円、高いね、洋上風力30円、陸上風力 19.8 円、これね、原発の軽水量だったら 11.5 円、コーンガス炉 7.9 円。でこれを見るとですね、やはり次世代型にしていったらどんどん、まあ、あの電力コストは安くなるわけですよ。今原子力もその60年問題とかいろいろとね、あのやってますけれど、私はですね、これ一番問題なのは原発もそれからあと火力もそれこそ相当もう老朽化してますからね、2050年になったら一気に両方とも体質が進んじゃって、それこそ再エネに依存しなきゃいけない社会が来ちゃうわけですよ。だからそれまでに、まあ、原子炉を作らなきゃいけない。でそうしないとですね、カントリーリスクになっちゃうんですよ、うん、ぜひね先生に頑張っていただかなきゃいけないというところだと思うんです、はい、何回もこれお見せしましたけれど、うん、これ見ていただくとですね、産業用電力のエネルギーコストなんですよ、うん、ドイツはこんなに減免してるんですよ、うん、だから3分の1で日本は3倍ですよ。だから企業に負荷をそこはすごい押し付けてるんだっていうことをあんまり国民もこの差で分かってないからね、うん、あの要は産業政策にお金を使ってるっていうのはこの分野では日本は韓国とかドイツとか中国に負けてるんですね。それをみんながあまり分かってないけど、今回の国内の企業立地では、まあ、税金は下げると、でしかもお金は出すというのは初めて大胆にやると。あとはランニングコストだから電力、それから人材不足もある。デジタル人材今一生懸命養成しようとしてます。もうそれでね、7000人募集したでしょ、ソニーとあの TSMC、うん、で初任給とかあのちょっとの20代の人の給料って5万円上がったの。おでもそれでもやってけたってことは、まあじゃあ今まで何だったのかはあるんだけど、5万円相場が上がったの、九州で。素晴らしい、素晴らしいです、うん、人材不足だっていうこと言われてますからね。私はやっぱりあと工業高校なんかも応援してあげなきゃいけないですよね。いや工業高校の子はね、金の卵で瞬間蒸発ですよ。だから私はこの首都圏の1都6県とそれとあの東海地方っていうのがまあ一番自分がしょっちゅういるところなんですね、うん、あと関西高校さんも私もルーツのある、うん、夫のルーツが私はあの岡山なので、うん、広島岡山っていう、まあ、だから工業地帯なんですよ全部、この辺はね、みんな工業高校とか高専がすごくて、うん、あの高専なんかもそのまま大学院にやってもいいように今つなげてるんですけど、工業高校はそこに今デジタルも入れて、うん、もうほぼ瞬間蒸発です。その高校をちゃんとした資格で出ていれば、うん、もう下手な文化系の大学なんて行ってももう全然ダメで、うん、そっちの方が全然人生、生涯賃金もキャリアも安定みたいな感じです、うん、はい。もう先生みたいになかなか産業政策お分かりの方いらっしゃらないので、経産大臣になっていただきたいというふうに心から思うんですけど。パパもやられたんですよね。パパは、私はあの農林と経産やったの、運輸です。あ、そうだ、あのすごい運輸族だったんですよ。はい、そうです。で今あの岡山の方々、広島の方々と地域公共交通の再生っていうのをやってまして、やっぱり庶民の足として必要なんですけども、維持できないところまで来てるんですが、加藤さんのパパのお話がよく出るよもうあの方が生きてたら机を叩いてね、蹴ってね、まあ、やっと今年ちょっと一歩進んだの。いや、ですから私あの子供の頃からあの自動車産業は基幹産業であるということは聞かされてきてですね、やはりあの日本経済の 25% はものづくり製造業が賄っていて、で日本の外貨を稼いでいるナンバーワンは自動車産業、うん、そしてそのナンバースリーは自動車部品、2番目は半導体、あの半導体の製品ですけどね。でそれからやはりスチールが4位なんですね。いい鉄を守らないと、そういい鋼板がね、日本国内で生産されることが重要で、そしてその高品質の素材産業がいいものづくりを支えるという好循環が必要だと思います。で
その自動車産業が日本を出ていくとき、トヨタが日本を出ていくとき、まさしくですね、日本経済が崩壊するときですから、なんとしても私は先生に内燃機関を守ってもらいたい。その通りなんです。でそのために自動車立地議連っていうのを去年に作ったんですよ、うん、それはサプライチェーンがおかしいからこのまんまじゃ大変だって、引退する前の川崎二郎先生が言って、川崎さん会長で私が人集めして、でその提言をそのまま衆議院選挙に一昨年盛り込んだので、去年また12月に再結成して40人ぐらいにして、今度は甘利会長を、相沢一郎を会長代行を、塩谷隆会長代理で、片山さつき幹事長で、やっぱり人数が今私が言ったような自動車立地圏からわっと集まって、すごいプレッシャーで、あの税調でも車体課税では勝ったということで、みんな分かってきた。つまりまるでそれって組合が言うようなことじゃないって言うんですけれども、自動車産業に関してはですね、部品も含めて、組合が仕事をなくすなと、撤退するなというのと同じことを我々自民党が言わなきゃダメで、それも自民党的に全部の産業政策が見えてる中で言わないと、あ、もうできませんと、この製油所も終わりですと、この鉄工所も終わりですと言っとと同じことが日本中の自動車現場で起きたら、500万人雇ってますから、これ半端じゃありません。そう、自動車工業会の会長の豊田さんは今550万人の雇用をさらに100万人を増やすというふうにおっしゃっています。ですから、素晴らしい。ある面で言うと日本の経済が循環していくには、自動車産業が日本でものづくりをしなきゃいけない。そう、でそれで今 EV の流れ、700億補正で補助金をお付けになっていらっしゃいますけれどね、私はですね、やはり内燃機関、うん、まあ、ハイブリッド、それからガソリン車、水素自動車、こういったですね、うん、日本独自の技術を、ね、そうで日本でしかあのレベルにはいけないから、これは日本が有利なんですが、あの世界の安全保障がこの10年20年は多分、まあ、平穏無事にはいかないんですよ。それはそれを望んでるのではありません。しかし歴史には学ぶべきなんですよ、賢者は。というのは世界のヘゲモニーが今の状況だと何十年か固まらないですよ。つまりアメリカがスーパーパワーでなく、中国はそれをやる能力とその平和主義を持ってないんだから、だからそれはどうしても定期的に何かが起きる世の中になってしまう、その中で日本は生き延びなきゃならないということになれば、電池で充電するだけの車で国境まで逃げられますか、ウクライナの人がっていう話になるわけですよ。でこの間の雪の時も全部渋滞で閉じ込められる高速道路をなくしましょうっていうんで3年ぐらいかけてやってるんですけど、また起きて、でそこでそれが全部 EV だったらどうなるかってことを考えると無理なんですよ。大変ですよ。この前私あの岩手でレンタカーで雪の中2時間走りましたけどね。怖いね。いやいや、もうスバルの四輪駆動だったんで全然大丈夫だったですけどね。もうこれ EV 車だったらと思うと、そう、あの今は Google のねナビに EV 充電ステーションって出てくるんですけどね、ないですよ。ないない、はっきり言って。だからあのここで電結になったら JAF はね、なんて言ってるかっていうとね、ブランケットを持って入りなさいと、まあそうね、暖房をかけられないんですよ。暖房をかけると EV 車だったらどんどんバッテリーがね、ただでさえも寒いと落ちていく。で暖房をかけたらねバッテリーが落ちちゃうんですよ、うん、だからもうどんどんなくなっていくのに無理なんですね。そうですね。でこれはですね、実際電気毛布、ソケットで電気毛布か、それとも毛布を持ってって乗るかっていう、そういう選択肢しかないんですけれど、あのそれであと私がすごい期待してるのがバイオものづくりで、これは日本人に向いてるんです。あ、なるほどね。あのね、化学生物学は強いんです、うん、それであのメタネーションというのを私も見まして、うん、もう今ほら AI 設計でゲノム編集ができるでしょ、うん、でゲノム編集で作ったバクテリアで水素と二酸化炭素から全くガソリンと似た成分が作れるってことは、素晴らしい。でそれはもうだから E フュールのもう究極 で、あとはその水素をノンカーボンで作れるようになったら、これは日本の勝ちが決まりなんですよ。ああ、高温化する。だからもう中東とも付き合わなくて済んじゃうっていう、ずっとぐる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 回せるんですよ。で 高温ガス炉ってね、うん、22円でね水素できるらしいですけどね、うん、これ今あのイギリスやあのポーランドに日本の技術を持ってってるらしいですけれど、うん、これ日本であの大洗に試験炉があるんですよ、うん、でこれがそれは大洗町長はね、うん、自民党のバリバリでもううちの選対本部長だからね、すごいそれ頑張ってるよ。あ、本当素晴らしい。だから日本の未来はここから広げるんで、それは内燃機関がそのまま使えるんです。そう、もうスタンドもおそらく使えるんです。これ見てください、うん、ね、
あの世界で一番厳しいあの排ガス規制の日本で CO2 の排出量の推移、これ日本の自動車会社だけマイナス 23% ですよ。そうです。ですから日本モデルを逆に日本で成功させて外国に輸出すると、うん、で日本の内燃機関を守るということをぜひ政府の中枢でコミットしていただきたい、はい、これができればですね、私は日本の、あの失われた30年は必ず取り戻せると思っています、はい、そういうことで日本の未来はそんな捨てたもんじゃないんです。日本はオワコンじゃないんです。もう実際に日本人はものづくりに向いていて、それは中国ではないんです、日本なんです。ですから加藤心先生の力強いこのサポートを得て、私もこの自動車立地議連というのが自民党にあるってこと自体が進歩ですよ。進歩したの、我々も進化してますから、2023年どうぞよろしくお願いします。先生またあのこの具体化がね、どういう条件で、例えば航空部品はいけますとか出てきますから、そうしたらそれでまた3月ぐらいにやりませんか。はい、ぜひ。で地域名を挙げて頑張ればってやって、うん、あそうですね、頑張ればってやっちゃいましょうよ、そうですね、はい、これが本当の地方創生。ああ、うん、そうですね、本当もう今設備投資見てるんですよ。だから、うん、いろんな面でですね、工場もよく回ってますので、はい、またご一緒させてください、はい、ぜひよろしくお願いします。それであの岡山広島でこのセミナーしましょう。ああそうですね、うん、あの実は最後に申し上げますが、うん、加藤さんとうちの夫は同じ慶応中等部で、しかもハーバードに留学してた時に何か引き継ぎしたんだよね。そうなんです。片山さんのご主人が、うん、ハーバードビジネススクールをご卒業になる年に、私がハーバードケネディに、はい、入りました。私の専門は企業城下町の方なので、うん、あの都市経済学なんです。でずっと私は工場のある町が好きで、うん、工場のある町のいろんな暮らしや産業の歴史をやっています。はい、片山さつきの全国の地盤です。本当に教えていただいてます。ありがとうございます。もう今年もよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、さつきチャンネルです。ありがとうございます。